マーサー航空901便藤木事故は1976年2月8日に発生した航空事故である。ボブホープ空港からオンタリオ国際空港へ向かっていたマーサー航空901便が離陸直後にエンジンが故障し空港手前のゴルフコースに不時着した乗員乗客6人中3人が死亡した。事故機のダグラス YC-112A2 は 1946年2月15日に製造され、1975年12月13日にマーサー航空が購入した。総飛行時間は1280時間であった。また、事故機は DC-6 の試作機として初飛行を行った機体だった。901便が離陸滑走を行っている最中、航空機関士が第3エンジンの警告灯を見てと発した。 しかし他の乗員は反応しなかった。機体はそのまま滑走を継続し正常に離陸した。機長はランディングギアとフラップを格納するよう指示した。その直後、騒音とともに第3エンジンの1番ブレードが脱落した。ブレードは胴体下部と第2エンジンに損傷を与えた。これにより油圧や緊急ブレーキ、 エンジン経験の電力金を行う配線などが切断された。機体は上昇を続け、右へ傾いていった。パイロットは緊急事態宣言をし、滑走路07への着陸を要求した。901便は滑走路07の末端近くに着陸した。しかし、機長は停止しきれないと判断し、上昇を試みた。機体は、過労うじて空港外周のフェンスを越えて上昇した。 10時39分35秒、パイロットはブレーキが使用不能なことと、バンライズ空港を目指していることを管制官に伝えた。バンライズ空港へ向かう最中に、第二エンジンも停止した。管制官は滑走路16への着陸許可を出したが、パイロットは滑走路34を要求した。空港への侵入中、901便は待機速度と高度を急速に失った。 パイロットは空港まで飛行するのは不可能と判断し、バンナイズ空港から 1.6km 南の地点にあるゴルフコースへの着陸を試みた。設置時に機体は3度ば運動し、トレーラーハウスに衝突しながら停止した。富士木から20分後に救助隊が到着し、救出活動を行った。国家運輸安全委員会が調査を行った。報告書では、 2機のエンジンが故障したため、機体の性能が低下したことが原因だとされた。第3エンジンの1番ブレードのアセンブリに疲労亀裂が生じていたが、オーバーホール時には見過ごされていた。また NTSB はこの事故を受けて、3つの勧告を出した。ありがとうございます。